こんにちは、動画ファンの成田です。今回は簡単な動画編集までできてしまうパソコンの画面キャプチャーソフトデモクリエイターについてご紹介いたします。私、動画ファンもずっと愛用している動画編集ソフト、フィモーラ。このフィモーラを出しているメーカー、ワンダーシェアから画面キャプチャーソフト、デモクリエイターが登場いたしました。画面キャプチャーソフトというのはどのようなものかというと、今私このパソコンの画面を動画で録画しているんですけれども、このようにパソコンの画面を動画で録画できるソフトが画面キャプチャーソフト、画面録画ソフトとなります。そしてこのデモクリエイターのすごいところは、画面を録画しながらいろいろ画面上に書き込みができてしまうところにあります。またさすがフィモーラを出しているメーカーだなといったところなんですけれども、その録画した動画をそのまま簡単な編集ができてしまう非常に使い勝手の良いソフトとなっております。私、動画ファンのようなハウツー動画を作るクリエイターさんにはとてもおすすめの画面キャプチャーソフトとなっております。またワンダーシェアでは2021年9月30日から10月21日までキャンペーンを行っております。キャンペーンの詳細は解説ページもしくは動画の下の説明欄にリンクご用意しておりますので、そちらを確認していただきたいんですけれども、キャンペーン期間中、例えば人気の動画編集ソフトフィモーラも1500円オフで購入できるチャンスとなっております。また今回ご紹介するデモクリエイターも1100円オフで購入することができます。ワンダーシェアの人気ソフトをお得にゲットするチャンスとなっておりますので、またプレゼント企画もありますので、ぜひキャンペーンページご覧になってみてくださいね。それではデモクリエイターのインストールから行ってまいりましょう。解説ページ開いてみてください。動画の右上のアイマークもしくはこの動画の下の説明欄にリンクがございます。解説ページにデモクリエイターのインストール先ご用意しておりますので、こちらをクリックして公式ページを開いてください。デモクリエイターの公式ページ開きましたら、真ん中に無料ダウンロードとあります。今回はまずは無料版で利用していきたいと思います。無料ダウンロードをクリックします。ダウンロードフォルダの指定などございましたら、フォルダを指定して保存をクリックしてください。ダウンロード完了いたしましたら、画面左下のこちらをクリックしてセットアップウィザードを起動していきます。セットアップウィザード起動いたしましたら、インストールをクリックしてください。ソフトのインストールが開始します。完了するまでしばらくお待ちください。はい、インストールが完了するとこのような画面になります。今すぐ開始をクリックするとソフトが起動いたします。一旦こちら×印で閉じてしまいましょう。 OK をクリックして閉じてしまいます。はい、そうすると正常にインストールされましたという表示が出てきて、インストールは完了となります。インストールが完了するとデスクトップ上にこのような紫色のワンダーシェアデモクリエイターというアイコンが作成されますので、こちらダブルクリックしてソフトを起動してまいりましょう。起動時に警告画面出てきましたら、アクセスを許可するをクリックしてしまって OK です。そして起動画面、このようにいくつかモードがあるんですけれども、録画は3つのモードがあります。パソコンの画面録画とウェブカメラ両方とも録画する場合、それからパソコン画面のみを録画する場合、そしてゲームモードと3種類あります。またそれ以外、編集というモードがあって、ここでは動画編集を行うことができるようになっております。ではまずはこの PC 画面とウェブカメラを起動してパソコンの画面録画を行ってまいります。こちらをクリックします。はい、そうするとこのような画面が表示されて、ワンダーシェアデモクリエイターが起動いたしました。まず画面右上に私が映っておりますけれども、ウェブカメラが起動しております。そしてその下に操作パネルがあります。操作パネルを解説してまいりましょう。まず左側の録画範囲、こちらは今この紫色の線で囲っている部分が録画したい範囲になります。紫色の内側は明るいので、ここが録画範囲になるんですけれども、外側ちょっと暗くなってますよね。ここは録画されない部分になります。録画範囲の指定はここで、この紫色の4辺四隅に四角い表示があって、ここにカーソルを合わせると斜めの矢印に切り替わると思いますので、この状態でマウスをクリックしたまま
ビヨーンビヨーンと動かしていただくと録画範囲自由に変えることができますので、こちらで調整していただくのがよろしいのかなと思いますけれども、それ以外例えばこちらの録画エリアを指定の三角矢印クリックするとフルスクリーンを選択したりとかウィンドウを選択して録画することができるようになっております。今回はこの自分で選択したこの範囲を録画していきたいと思います。続いてシステムオーディオです。システムオーディオというのはこのパソコンの中の音声になります。パソコンの中に流れている音声も録音したい場合はこちらのシステムオーディオのスイッチオンのままで進めてください。パソコンの中の音声を録音したくないという場合はシステムオーディオ、こちらはスイッチをオフにしてミュートにしてください。なおこちらクリックしてオンにしておくとマウスのカチカチという音も録音されるようになります。続いてマイクロフォン、これは外部のマイクの音声になります。三角矢印で複数マイクが接続されている場合は選択することができるようになっておりますので、正しいマイクを選択してください。またマイクの音声は録音したくないという場合はこちらスイッチをオフにしてください。今回は私の喋り声も録音していきたいと思いますので、スイッチはオンのままでいきたいと思います。またシステムオーディオ、マイクロフォンともにこの下に点々点というのがあるんですが、ここにカーソルを合わせると音声の調整ができるようになっておりますので、例えばマイクは少し大きめにして、そしてシステムオーディオは小さくするということもできるようになっております。そしてウェブカメラですね、こちらは今パソコンに接続されているカメラになります。三角矢印で正しいカメラを選択してください。カメラの映像を映したくない場合はこちらのスイッチオフにするとカメラは映らなくなります。またカメラは接続して映しておきたいんですけれども、このカメラのプレビュー、こちらをオフにするとプレビュー画面消すことができます。実際のカメラの映像は録画されるんですけれども、プレビューが表示されなくなります。では今回はちょっと私の映像は必要ないと思いますので、カメラはオフにしたいと思います。それでは録画範囲の指定も完了して、オーディオの設定などすべて完了いたしましたら、実際に録画をしてまいりましょう。こちらのレック開始というボタンですね、こちらをクリックしていきます。そうすると321のカウントダウンで録画が開始いたしました。そして先ほどまで紫色で囲われていた部分はこのように四隅だけ赤とか黄色でチカチカしております。こちらが録画範囲の先端になりますよというのがお分かりいただけるかと思います。そしてその上に操作パネルがこのように小さくなって表示されています。ちょっと見づらいので下へずらしたいと思います。このように操作パネルが小さくなって表示されます。実際に録画するときは邪魔になると思いますので、目立たないところに持っていくとよろしいかと思いますが、今回はちょっとこちらに設置をしていきたいと思います。そしてこの操作パネルの鉛筆のマークですね、こちらをちょっとクリックしてみてください。そうするとこのように画面が展開していろいろ表示が出てまいりました。左から順番にご説明してまいります。こちらカーソルとあります。画面を動かしたいときはこちらのカーソルを選択してください。続いてこちらスポットライトとあります。スポットライトを選択してスポットライト当てたい部分をクリックするとこのように周りが暗くなって円でスポットライトが当たったような状態になります。ここ必見ですよとかいう時にこのようにスポットライト当てていただくと見やすくなるかと思います。続いてこちらフリーハンドのペンになります。選択します。このフリーハンドのペンからこの一番右端の線まではその太さや色を選択することができます。では一番太くして赤にしましょうか。これで画面上にフリーハンドでいろいろ書き込みができるようになっております。続いてこちら蛍光ペンになります。こちらも太さと色を選択できます。蛍光ペン引きたいところにこのように蛍光ペンを引くことができるようになっております。続いて T とあります。こちらテキストです。テキストは直接画面上に文字を入力することができます。こちらも大きさと色を選択することができます。では黒字の大きな文字にしてここに記入していきたいと思います。ここにじゃあ例えば要チェックということでチェックと記入してみます。このように直接画面上に書き込みをすることができます。続いてこちらは円になります。
円を記入することができます。同じく太さと色を選択して、例えばじゃあこのうさぎさん見てくださいというように円で囲うことができます。その隣は四角になりますね。同じく太さはこのままで、今度はじゃあ黄緑にしましょうか。そして今度はこっちのうさぎさんを見てくださいというように四角く囲うことができました。続いてこちらは矢印になります。ここを見てくださいとかいう時に、では太い水色にしてここですというように、このように矢印を引くことができます。そして最後こちらは線になります。まっすぐな線を描きたい時は太さを調節して、そしてこのようにまっすぐな線を引くことができるようになっております。このように今録画している真っ最中なんですけれども、録画をしながらいろいろ書き込みをすることができるようになっております。なおその横、こちらの矢印ですね、これで一つ前に戻ることができます。こちらをクリックすると一つ先に進みます。そしてこの筆のようなマーク、こちらをクリックすると全て一旦消してクリアにすることができます。またここのマークというところですね、こちらをクリックすると画面上特に何も変化は起きないんですけれども、このマークをクリックした時間のところにマークをつけておくことができるんですね。なので後で動画編集などする時の目印としてマークをつけておくことができるようになっております。そして動画の録画一時停止をしたり、また再開をしたりすることができるようになっております。こちらをクリックすると一旦今録画した内容を削除して、改めて最初から録画が始まります。今回はこちらはちょっと押さないようにしておきますね。そして最後こちら録画終了になります。録画がすべて完了いたしましたら、こちらをクリックして録画を終了してください。なお録画開始の時に表示されていたこちらのショートカットキーを押しても非常に便利です。 F10 キーを押すと録画停止することができるようになっております。ではこちらクリックして録画を終了いたします。そうするとそのまま少しお待ちいただくと、このようにデモクリエイターの動画編集画面が表示されます。そして自動的に今録画した動画ファイルがこのライブラリの中に読み込まれて、そしてさらに自動的にタイムライン上に映像のタイムラインと音声のタイムラインがそれぞれこのようにすでにもう読み込まれております。そしてこちらがプレビュー画面となっております。さらに動画ファイル追加したい場合はこちらのプラスボタンからインポートを行ってください。ではここから今録画した動画編集をしてまいりましょう。それではですね、まずは簡単なカットになります。このタイムラインをクリックするとタイムラインの一番頭の部分とそれから一番最後の部分、このように白い2本線の表示になります。シフトを押しながら音声ファイルもクリックすると両方のタイムライン選択することができます。そしてこの白いところにカーソルを合わせて、そしてビヨンビヨンビヨンと動かしていただくと、これで最初と最後の不要な部分はカットすることができます。なお頭の部分カットした場合前が空いてしまいますので、こちらはドンと前にずらしてみてください。続いて動画の真ん中あたりですね、動画の途中をカットしたい場合どのようにやるかというと、この黄色い再生バーですね、再生位置を表すこの再生バーをまずはカットしたい頭の部分に持ってきてください。そして先ほどと同じようにタイムラインの映像と音声と両方をシフトキーを押しながら選択いたします。この状態でこの画面左上のこちらの部分ですね、分割とあります、このアイコンをクリックしてください。そうするとこの今再生位置を合わせたところでクリップが分割されました。同じようにして今度はカットしたい後ろの部分に再生位置を持ってきて同じく分割をクリックします。そうするとこの部分ですね、この間の部分がクリップとして分割されました。今度はですねコントロールキーを押しながら上と下両方クリックしていただくと両方を選択することができますので、これであとは右クリックをして削除をクリックすると途中の不要な部分カットすることができました。こちらも後ろのクリップを前にずらして間抜けがないようにしてください。このようにして間の不要な部分はカットを行ってください。
まずはカット編集だけ先にしてしまうことをお勧めいたします。ではここからはその他の編集になります。画面左側にメニューがいくつかあります。まずはこのエフェクトですね、こちらクリックしてみましょう。テンプレートという説明が出てまいります。了解をクリックしてしまって OK です。こちらはエフェクトパックになります。様々なエフェクトがパックになってこちらに表示されているんですけれども、まずはダウンロードして利用する必要がございます。気になるエフェクトパックがありましたら、このエフェクトパックの右下の矢印ボタン、こちらをクリックしてダウンロードを行ってください。ダウンロードが完了すると矢印マークがこのようなマークに変わります。こちらクリックして開いてみましょう。そうすると例えば今のエフェクトパックの中にはタイトルが4つ、オーバーレイが6つ、それからステッカーが26個用意されていますので、例えばそれではこの中のこちらのタイトル使いたいなという場合はこのタイトルをクリックして、そしたらですね、このクリックしたまんま下のタイムラインにビヨンビヨンビヨンと持ってきて、そしてタイムラインにドラッグ&ドロップで追加をしてください。何もないところに持ってくれば新しくタイムラインが作成されます。ではこちらのタイトルの詳細な設定なんですけれども、タイムラインに持ってきたらこのタイトルのタイムラインダブルクリックをしてみてください。そうするとこのようにプレビュー画面に表示されて、その右側に詳細な設定ができるようになっております。まずテキストのスタイルの一番上のこちらの部分ですね、ここで正しい文字を入力してください。例えばこのようにテストと入力して、そして上の方ですね、上の方には動画ファンと入力をしてみたいと思います。動画ファンテストとタイトルをつけてみました。そしてここでフォントを変えたりとか、またフォントサイズを変えたりすることができるようになっております。また太さの調整や斜め字、それから左揃えや中央揃え、右揃えなどができるようになっております。また文字の色ですね、文字の色もここで変更することができるようになっております。そしてこのテキストスペースというのはテキスト表示している広さになりますね。これで調整をすることができます。ラインスペースというのはこれは上下の幅になります。もし複数行に分かれている場合はここで行の間隔を調整してみてください。またテキストの輪郭有効にするにすると文字に枠をつけることができます。その色も調整することができるようになっております。またぼかしをつけたりとか太さの調整をこちらで行ってください。その他テキストに影をつけることもできます。影は例えば右下につけるのか左下につけるのか位置を調整することもできますし、その影の色ですね、色を調整したりぼかしたり、影の距離を遠くしたり近くしたりすることもできるようになっております。このようにテキストの詳細な設定右側で行ってください。またオーバーレイを映像につけたい場合は対象をクリックして、その映像にかぶせるようにしてドラッグ&ドロップをしてください。そうするとこのようにオーバーレイをつけたクリップにはこのようなオーバーレイが表示されております。なので一部分だけオーバーレイをつけたい場合はクリップをまずカットして分割してから行ってみてください。では続いて注釈です。こちらは動画の中にテロップなど文字を入れることができるようになっております。例えばではこちらの一般的なテキストですね、こちらをテロップで入力したいという場合は対象のテキストをクリックして、クリックしたまんまビヨーンとタイムライン上に持ってきてください。既存のタイムラインでも新しくタイムラインを作成してもどちらでも OK です。でテキストの表示長さを調整したい場合はこの白い2本線のところにカーソルを合わせてクリックして、クリックしたままビヨンビヨンビヨンと長さを調整してみてください。そしてこちらもダブルクリックするとプレビュー画面上にテキスト表示されて、右側で詳細な設定を行うことができるようになっております。例えばではテキストですね、
このように動画ファンのテスト動画ですと入力をいたしました。そして左側のプレビューではちょっと大きすぎますので、文字のサイズもう少し小さくしてみましょう。このように文字を小さくしたり、あとは白字でちょっと目立たないので黒字に変えたり、そして今真ん中にあって読みづらいので、このテキスト下にずらしたいと思います。このように十字のカーソルキーにしたら、下へビヨンビヨンビヨンと動かしていただくと、位置をプレビュー画面で調整することができます。でこちらもテキストに輪郭をつけたり影をつけたりすることができるようになっております。では続いてタイトルです。タイトルは先ほどこのエフェクトパックの中でタイトルを設定しましたけれども、それと同じになります。タイトルだけこのようにいくつか用意されております。でこちらはオープニングのタイトルになるんですけれども、それ以外にもエンディングとか、あとは字幕、あとはローワーサードといって動画の途中に入れるタイトルのようなものですね。このようにカテゴリーごとに分かれておりますので、ここからテキストを選択して入力することもできるようになっております。続いてトランジションです。トランジションは先ほどクリップをこのように分割したんですけれども、このクリップを分割した時の切り替わりに不自然にならないようにアニメーションを加えることができるようになっております。いろいろパターンがありますので、お好きなトランジション選択をして、こちらもクリックして、映像のクリップのこの切り替わりのところですね、この切り替わりの中心のところに持ってきて指をパッと離してみてください。そうするとちょっと再生してみます。はい、このようにギュインと画面が動いてアニメーションで切り替えることができました。では続いてアニメーションになります。アニメーションは先ほどのトランジションのように切り替わりのアニメーションではなくて、クリップそのものにアニメーションをつける機能になります。例えば画像などを入れ込んでいるときはこちらを使うと便利だと思います。今回はこちらのクリップに同じくクリックして、ビヨンビヨンビヨンとドラッグ&ドロップで対象のクリップにかぶせるようにして持ってきてください。そうするとそのクリップにアニメーションをつけることができるようになります。続いてエフェクトになります。エフェクトのところにはいろいろな機能があるんですけれども、例えばモザイクなどかけたいときはこのエフェクトの中にモザイクがあります。モザイクをクリックして対象の位置にタイムラインに持ってきて、そしてモザイクのタイムラインダブルクリックをするとこのようにプレビュー画面上に表示が出てまいりますので、じゃあ例えばこの動画ファンというロゴですね、こちらをモザイクかけたいという場合、マウスで位置を調整して、あとは大きさなどもこのように調整をして、そしてモザイクのタイプもここで選択ができます。または強さですね、モザイクの強さを調整することができるようになっております。またパン&ズームというのがあるんですが、こちら選択をして対象のクリップにかぶせるように表示を持ってきましょう。そうするとクリップ上にちょっと見えづらいかもしれませんが、このような緑色の三角が表示されます。これで長さをちょっと調整をして、そしてここをダブルクリックしてみましょう。そうするとズーム&パンというこのような別画面が表示されて、今この外側の紫の枠から内側のこの黄緑の枠まで画面がズームしますよという設定になっております。このパン&ズームの画面でこのズームのサイズ調整したりすることもできるようになっております。またこのマスクなどを使うと、今この画面上には人物の顔がないんですけれども、人物の顔を認識してそこを丸で囲って表示したりすることもできるようになっております。続いてステッカーです。ステッカーはこの画面上にこのようなステッカーを表示させることができるようになっております。ジフアニメとか、あとはこの上のところですね、いくつかこのようにカテゴリーごとに分かれておりますので、じゃあ例えばこのいいねマークですね、こちらをつけたいなという場合は対象をタイムライン上に持ってきてドラッグ&ドロップで追加をしてください。そしてタイムラインダブルクリックをしてプレビュー画面に表示させたら位置を調整したりとか、
あとは右側の詳細な設定画面で大きさを調整したり回転を加えたりすることもできるようになっております。続いて効果音になります。動画に効果音つけることができるようになっております。ではこのいいねマークに合わせてこの正解ですね、こちらダブルクリックするとこのように再生されて確認することができるようになっております。この正解の効果音をステッカーに合わせて鳴らしていきたいと思います。でこちらも同じくタイムラインダブルクリックして音量を調整したりとかノイズの設定、あとは速さの設定などもできるようになっております。そして最後こちらカーソルになります。このカーソル機能が私はとても便利だなと思ったんですけれども、動画再生中にこのようにカーソルが一緒に表示されているかと思います。このカーソルに合わせて例えばではこちらの真ん中のクリップですね、このハイライト、こちらをクリップにかぶせるようにして持ってきましょう。そうするとこのカーソルの位置を自動的に認識してそのカーソルの周りを黄色く表示させております。これとっても便利だなと思いました。そしてこのクリック音なんですが、このクリック音も同じく選択をして映像のタイムラインにかぶせるようにドラッグ&ドロップをしてください。そうすると今度右側の詳細設定の中でクリック音というのがございますので、これでクリックの音の音量の調整ができるんですけれども、これを設定すると画面上でマウスをクリックしたところに自動的にクリック音が入るように設定することができました。この2つの機能とても便利だと思います。このように簡単なというふうには申し上げたんですけれども、結構本格的な動画編集が録画したまんま続けて行うことができるようになっております。また撮影をした時にマークというのをつけたのを覚えてますでしょうか。そのマークというのがこちらになります。マークをつけた位置にこのようにマーキングされていますので、ここがポイントだったなというのを思い出していただけるかと思います。編集の時に活用してみてください。そして動画の編集終わりましたら、画面左上のファイルをクリックしてこちらの名前をつけて保存、こちらをクリックしてください。そしてこの動画プロジェクト、この内容ですね、名前をつけて保存をしておきましょう。そうするとまたこの内容を後から開いて編集し直したりすることもできるようになりますので、ぜひこのプロジェクトは保存しておいてください。また編集がすべて完了いたしましたら、画面右上のエクスポート、こちらをクリックします。そうするとこのようなエクスポートの画面が表示されますので、ここで動画の書き出しを行っていくんですが、ここではローカルと YouTube とあります。 YouTube を選択すると YouTube アカウントにログインをしてこのまま YouTube に動画アップロードすることもできるんですが、私個人の意見としては YouTube に直接アップロードはしないでローカルで、フォーマットは MP4 などで動画ファイルとして一旦パソコンに保存したものを改めて YouTube にアップロードすることをお勧めしております。そしてプロジェクト名のところですね、こちらは動画のタイトルなどを入力して、そして保存先のフォルダ変更したい場合はこちらのフォルダマークをクリックして任意のフォルダを選択してください。またプリセットのところで画質を選択したり解像度やフレームレート変更することもできるようになっております。よろしければこちらエクスポートをクリックして、そうするとこのようなエクスポート中の画面が表示されますので、エクスポートが完了するまでしばらくお待ちください。なおエクスポートにかかる時間は動画の長さや編集内容によって違ってまいりますので、しばらくお待ちになってみてください。でこれ待ってる間少し解説をしてまいります。ここに今すぐ購入というボタンがあります。こちらクリックしてみましょう。そうするとこのようなデモクリエイターの購入画面が表示されます。今使っているのは無料版になりますので、もし有料版購入するときはこちらの今すぐ購入から購入画面を開いて有料版購入することができるようになります。でこちらの下の方を見ていただくと無料版と有料版の違いが表示されております。一般的な画面録画とか編集というのは無料版でもできるんですが、大きな違いとしては無料版では
録画が10分間までと制限があります。有料版にすることで制限なしで録画することができるようになります。また AI の顔認識ですとかグリーンスクリーンといった編集が無料版ではできません。そして一番大きな違いだと思いますけれども、この動画の出力ウォーターマークなしで出力できるというところ×が入っております。無料版では書き出した動画にロゴが入ってしまいますのでご注意ください。はい、エクスポートが完了すると音が鳴ってこのようにエクスポート完了という表示が出てまいります。フォルダを開くをクリックするとこのようにエクスポートしたファイルが保存されたフォルダが開いて、そして確認することができるようになっております。こちらちょっと再生をしてみましょう。そうするとこのように無料版ではロゴが入ってしまいます。ここも無料版と有料版の大きな違いになるかと思いますけれども、無料版ではロゴが入ってしまいますのでご了承ください。ここまで録画それから編集まで行ってきたんですけれども、それではですね、一旦こちらは閉じてしまって、改めて起動して PC 画面のみこちらをクリックしてみましょう。そうすると PC 画面のみの時はこのように操作パネルが小さい操作パネルで開きます。先ほど開いていた大きな操作パネルではなくてこのような小さな操作パネルになって、そしてここで範囲指定を行ったりとかマイク、スピーカーの音を調整してください。またゲームモードを選択するとゲームモードの場合このようにゲームモードというところが表示されます。ここをクリックするとゲームを選択というのが出てくるんですけれども、今画面上に開いているウィンドウがこのように表示されますので、ゲームのウィンドウを選択して進めてください。あとは先ほどの画面録画と同じようにオーディオの設定をしたりウェブカメラの設定を行って録画を開始してください。また動画編集だけ行いたい場合はここから動画編集に直接アクセスすることもできるようになっております。このようにワンダーシェアデモクリエイターではとても多機能にパソコンの画面録画ができるのと同時に動画編集もできてしまう非常に便利なソフトとなっております。例えば私のようにパソコンの画面を使ってハウツー動画とかチュートリアル動画を作成している方はぜひおすすめの画面録画ソフトとなっております。まずは無料版でぜひお試しになってみてください。そして10月21日まではキャンペーンも開催していて、お得にソフトゲットできるチャンスとなっておりますので、ぜひこの機会にデモクリエイターお試しになってみてください。それでは以上となります。最後までありがとうございました。この動画が役に立ったという方は高評価ボタン、またチャンネル登録をしていただくと嬉しいです。もしこの動画にご質問のある方はお気軽にコメント欄へご質問くださいね。動画ファンでは毎週月曜日と金曜日に動画をアップしています。また music.jp にてオンラインサロンも開催中。オンラインサロンでは YouTube ではお話ししていないようなこともお話ししていますので、ぜひ参加お待ちしております。